レプトケラトプスカレプタケラトプサイデーはアジアと北アメリカに生息していた新津の竜類に属する恐竜のクレードの一つ。彼らはプロトケラトプスカやケラトプスカのようなコロノサウルス類に似ており実際に近縁であるがより原始的で一般的に小型である。白秋高期カンパニアンからマーストリヒチアンにかけるプトケラトプスカは遠く離れたアジアと 北アメリカの両方の大陸に生息していた。その他、スウェーデンで見つかった、角竜類も含まれるかもしれず、ヨーロッパにまで分布していた可能性がある。レプトケラトプス化かもしれないとされていた、セレンディパケラトプスは、オーストラリアのビクトリアから報告されている属だが、2010年の研究では別の何らかの長万類と改められ、現在は疑問名となっている。 レプトケラトプス科は、サントに、アン後期から白亜紀末のマーストリヒト後期までの地層に分布している。サントアンのグリフォケラトプスは、基地の確実なレプトケラトプス科の中では、最古のものである。アルバータ州産の部分的な左の箱根に基づいて命名された。グリフォケラトプスは、最も原始的な新津の流類で、おそらく来た。 アメリカから知られている生態の角竜としては最小のボディサイズである。レプトケラトプスカは北、アメリカでは西部において一般的にだが、ノースカロライナのカンパニアン海からの部分的な上、雁骨によって北、アメリカ東北部にも生息していたことも知られている。レプトケラトプスカとされるヨーロッパの標本はスウェーデンのカンパニ安ン前期のもので分離した歯と椎骨からなる。 前者は北、アメリカ東北部における記念すべき最初の角竜類の発見であり、その独特な解剖学的形質を持つ上が骨はアパラチア大陸が後期白亜紀に西ヨーロッパとララミィアから長期間隔離されたことにより、固有独自の動物性を築いていたという仮説を支持するものである。アパラチアと西ヨーロッパにおいて、 レプトケラトプスカが共通して存在していたということは、それらの生物地理的分散に影響を及ぼし、レプトケラトプスカが西ヨーロッパ、またはララミディアのいずれかを通過してアパラチアに出入りしていた可能性を示唆している。しかし、ヨーロッパのレプトケラトプスカも閉鎖的環境で独自の進化を遂げた固有種かもしれない。ヨーロッパではフェノスカンジア縦上地が、 移動障壁として働いていた可能性が指摘されている。レプトケラトプスカはフランツのプキサ・フォン・フェルソ・シルバによって1923年にレプトケラトプス・グラキリスを模式種とし、レプトケラトプス・アカ、レプタケラトプス・イニーとして記載されたのが元々である。2001年にピーター・マコビッキーはそれをトリケラトプス・ホリドスよりもレプトケラトプス・グラキリスに 禁煙なすべての種と再定義し、分類階級を赤からトガに移した。以下の系統時は2015年のマコビッキー他によるトポロジーを参照したもの。ありがとうございます。